おーい、ガイゴン、一緒に特訓しようぜ。うん、あいつの声だ。メガー、あいたー。尻が、俺様の尻が、あうー。やー、ガイゴン、ごきげんよう。海の守護神なら海から来い。まあまあ、ライバルがいた方が気合が入るでしょ。ああ、それはそうだな。ジュワーン、姉ちゃん、また来たのかよ。寂しかった。ガイガンチュワン、リトルの前でガイガンチュワンって呼ぶんじゃねえ。どうして？ガイガンチュワン、ガイガンチュワン、やめろ。だったらチュワンチュワンチュワン、チュワンチュワンチュワン。何しに来たんだよ。またデイスさんのモデルになってもらいたくて僕が呼んだんだ。思う存分美しくお書き。はあ、参ったぜ。サラサラサラ、あれは俺の姉ちゃんなんだ。まったく困ったもんだぜ。美しい。うん、なんて言った？ガイガーナさんこそオイラが探し求めていた理想の女性。おい、メガロ、おめえ将来海の守護神になるオイラの妃にふさわしい。なんだって？やべえ展開だぜ。リトル先生、オイラにも絵を教えてください。ちょっとあんた、今リトルちゃんに私を美しく描いてもらってる最中なの。邪魔しないでくれる？ガイガーナさん、オイラにもその宇宙一美しいお姿を描かせてください。宇宙一美しい？あなたこそ真の芸術、美の化身です。あんたなかなかセンスありそうね。ん？メガロも芸術に目覚めたの？はい、いろいろと目覚めました。もしもヘッタクソな絵を描いたら命はないわよ。覚悟をし、この命捧げます。おいおい、あいつ大丈夫か？姉ちゃんを怒らせたらマジで命がねえぞ。ガイガン、はい、あれ？なんだよこれ。ガイガンも描くな。なんで俺が姉ちゃんなんか描かなきゃなんねえんだよ。なんかって何よ、ガイガンちゃん。チュワーンって呼ぶな。それともこのメガロチュワンに負けるとでも言うの？チュワンって言った？オイラのことチュワンって言った？こっちゃんです。さあ、アートの真髄をお見せなさい。ちっしょう、メガロなんかに負けてたまるか。ほらほら、お絵描き始めるよ。よーい、スタート。サラ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 、コキ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 、メガメガコキコキ、ガンガン、これをこうしてこうだ。できたー。できたー。できたぜ。はい、ガイガーナお姉さん。あら、リトルちゃん相変わらず上手ね。モデルが良いからだよ。それもそうね。ガイガーナさん、オイラの作品を見せてごらんなさい。はい。どれ？あ、ここが。ガイガーナさん、あなたこそは美の女神、まさにヴィーナスです。まあ、わかってるじゃない。素敵よ、メガロチュワン。チュワンって言った、チュワンって言った。メガロ、才能あるよ。はい、リトル先生。ところで、ガイガンチュワーン、ギク。さあ、お見せなさい。おお、綺麗に描いてやったぜ。ほら、ガイガンチュワーン。わ、何よこれ、ざけんじゃないわよ。あいたリトルちゃん、メガロちゃん、またね。バイバイ。ジュワンって言った、ジュワンって言った。あい、あい、てっ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 て。ガイガン、自分の役割分かってるね。見事な三段落ちだったよ。まあな。
この絵。ん？なかなかいい絵だね。わかる？5時番